ヘルツシュプルングラッセルズ HR ズスペクトル型イッソ T タウリ型星ヘルビヒアエ BE 型星褐色矮星純褐色矮星白色矮星赤色矮星純矮星 B 種系列性 OBAFG 系純巨星巨星バリウム性赤色巨星青色巨星輝き巨星超巨星赤色超巨星 LBVWR 型星極超巨星絶対等級 ヘルツ・シュプルング・ラッセル図とは、縦軸に絶対等級もしくは高度、横軸に、スペクトル型や有効温度をとった構成の散布図の、ことである。デンマークの天文学者、アイナー・ヘルツ・シュプルングとアメリカの天文学者、ヘンリー・ノリス・ラッセルにより独立に提案された。この図は、構成の場所を表すものではないが、構成進化論を理解するために、重要なものである。 元々の HR 図は横軸にスペクトル型をプロットするが星の温度と1対1に対応する尺度であれば他の量を用いても同等の図を描くことができるためより定量的な尺度として構成の有効温度や色指数を用いる場合もある。横軸に色指数をプロットした HR 図を特に色等級図と呼ぶ。 HR 図上で恒星の分布を見ると大部分の構成が図の左上から図の右下に伸びる線上に位置する。この線を主系列、この線上に位置する星を主系列星と呼んでいる。主系列星は水素の各融合反応が安定に進行している星である。太陽もこの主系列星に属する。主系列の髪型や下方にもいくつかの星が分布する。 主系列の髪型に位置する星は、主系列の同じ表面温度の星に比べると明るい星である。これは、星自体の直径が大きい、つまり虚勢であることによるものである。これらの星は、中心核での水素が枯渇して老年期に入った星である。主系列の下方に位置する星は、主系列の同じ表面温度の星に比べると暗い星である。これは、 星自体の直径が小さい、つまり Y 星であることによる。これらの星のほとんどは白色 Y 星であり、各融合反応が停止して一生を終えつつある星である。また、HR 図の主系列部分を除く中央情報から中央下方の帯状の領域は脈動変更性の多くが属する領域であるため、不安定体と呼ばれる。 構成の一生における HR 図上での移動は次のようになるとされている。まず、星雲から原子星が誕生する。この段階ではまだ核融合反応は始まっておらず、収縮による重力エネルギーの解放で輝いている。低温で暗い HR 図上の最も右下から左上に向かって移動していく。原子星は表面温度は低いが直径が。 主系列性よりも大きいので、絶対等級は明るく、HR 図上では、主系列の髪型、赤色巨星の下部に位置する。中心核の温度が上昇し、核融合反応が始まると、星は原子星から主系列星となり、その質量に応じた主系列上の位置に移動する。質量が大きい星ほど核融合反応が激しく、 表面温度が高く絶対等級も明るくなるから、主系列の左上の型に位置する。主系列上に位置する時間の長さは、構成の質量による。質量が大きい星ほど各融合反応が激しく、進行するので水素の枯渇が早く主系列上に位置する時間が短い。各融合反応が進み、中心角での水素が枯渇すると、構成は徐々に膨張していく。 この時に、表面温度は低下するが、絶対等級はあまり変化しないため、HR 図上では、主系列から外れて右側へ水平に移動していく。途中で不安定体を通過するため、この時期には変更性となる。このようにして、最終的に、赤色巨星となった後、大質量性は超新星爆発により一生を終える。小質量性では、赤色巨星でいる間に、 外装の大部分を吹き飛ばしてしまう。内部の高温部分が露出するために、表面温度は上昇していくが、星の直径が小さくなるために絶対等級は暗くなり、HR 図上を左下へ向かって移動し、白色矮星となる。各融合反応が起こらないため、その後は冷えて、暗くなる一方であり、徐々に HR 図上を右下へ移動していき、一生を終える。 星団のように同時に誕生した恒星の集団に、対して HR 図を描くと、大質量の高温の星ほど早く巨星へと進化し、小質量の星だけが、主系列上に残るので恒星の分布は、区の字型になる。この区の字の折れ曲がりの位置からその星団が大体いつ頃、誕生したのかを推定することができる。またある恒星のスペクトル型から、HR 図を用いて、 絶対投球が求められる。そしてその投球の見かけの投球と絶対投球の差からその構成の距離が推定できる。ありがとうございます。